名古屋市から車で2時間、山あいを進んだ先にあるのは愛知県の最北東部、奥三河地方の豊根村です。人口1004人、過疎化が進む小さな村ですが、ふるさと納税の返礼品にある珍しいものを追加し、今注目を集めています。道の駅に立ち寄るとこんなポスターが。チョウザメが村の人口を超えましたので食べに来てください。村の一角で密かにチョウザメを養殖していました。ここでチョウザメを養殖してるんです。制御だけで5000匹ぐらい。このチョウザメから取れるものといえば、そう、高級食材キャビア。豊根村は今年4月からこのキャビアをふるさと納税の返礼品に加えました。5万円以上の寄付で 25g 分が自宅に届きます。いろいろなところから反響をいただいておりますので、今は70件ほど申し込みをいただいております。チョウザメの養殖が始まったのは今から10年前。始めたのは熊谷仁さん、64歳です。かつて養殖業に携わっていました。どこ行ってもそばと五平餅だと面白いものがないじゃないかと、特産品面白いものはできんかっていう話をしたりしてた時に、あ、チョウザメなら買えるかもしれんね。最初はそんな簡単な話から。1年目は飼育法も分からず、仕入れた稚魚の7割が死んでしまう大失敗。元では村からの助成金50万円からのスタートでしたが、4年目に国からの助成が認められ施設を拡大。この10年間でおよそ1億8000万円かけ、ようやく事業が軌道に乗りました。ただ問題は、チョウザメから卵を取れるようになるには7年から10年かかる上、大きくなるまでオスなのかメスなのかがわからないということでした。あのオスとメスってこう見たらすぐにわかるものなんですか？お腹をここら辺をこのぐらい切るんです。卵巣と精巣を見てオスかメスかの判別です。メスなら卵が取れますが、オスなら卵は取れません。そこで育てたオスも無駄にしないようにと考えたのがこちら。お待たせしました、ザメジューでございます。ご飯に乗っているのはチョウザメの切り身をかば焼き風に揚げたもの。村で考えたチョウザメのご当地メニューです。脂が乗って柔らかいのに味は淡白なのが特徴です。そして今年4月、11年越しの念願が叶い、豊根村キャビアを商品化。ふるさと納税の返礼品として出荷が始まりました。味の方はどうでしょうか？僕が食べるんじゃなくて、食べたことのない人が食べた方が分かるのかなって聞いてみたいなと。やっとスタートラインについたものですから、ここからどこまでこう広げていけるか、まあ、できればそれが地元の産業となって、若い人がですね、またそういうところに携われるようにしていきたい。10年かけないと成果が出ないようなプロジェクトは、通常行政の主導だと手をつけにくいのが現状です。豊根村の村長も、行政の悪いところはすぐに結果を求めすぎるところだとおっしゃっています。時間のかかるプロジェクトに尻込みすることなく取り組んだ豊根村の姿勢は、過疎に悩む地域の良い参考になると思います。豊根村のキャビア、今後は。うちのキャビア気に入っていただけるところがあれば、もう全国展開でどこでも販売します。ご視聴ありがとうございましたけど。